改めまして上田レイナです。黄緑は本当に黄緑って感じの曲で、本当に癒される音楽になっています。今日ね、なんで黄緑にしたかってね、私の中でもうナンバーワン黄緑の早見沙織さんとお会いできたから、今日ついさっきスタジオ入って、まあ、原稿とかね読んでて、そしたらひこって突然早見さんがこのスタジオに入ってきてくださって、やってるってそんな言い方じゃないけど、なんか私がいるっていうことを聞いた早見さんがわざわざスタジオまで入ってきてくださって、挨拶というかしてくださったんですよね。前回収録してた時に、それこそたまたまその時も早見さんとお会いして、その時は私が早見さんの方のスタジオにちょこっと顔を出させてもらって、なんとなく挨拶もさせてもらってっていう感じだったんですけど、今回は逆のパターンで、でもやっぱお会いできるとなんか本当に嬉しいし、癒されるし、なんか心が穏やかになる。本当にもう毎日一家に一台早見沙織さんがいてくれたらどんなにいいかって思うくらい大好きなんですけど、どんなところが大好きかってね、やっぱ言語化していく作業をしようっていうのがこのラジオのテーマでもあるので、していきたいんですけど、あいみさんのどんなところが好きか、言葉選びとか人との距離の取り方、詰めるときと一歩引くときとっていうそのバランスとかが、なんて言うんだろう、自分のためじゃなくて、こう常に相手のことを気遣いながら、自分はどうあったらいいかなって探して発言したり行動したりされてるような印象があって、なんかそのこう姿勢みたいなものにすごく、まあ、尊敬の気持ちもあるし、癒されるし、こういう大人の女性になりたいなーって思わせてくれるような、なんかそんなところがやっぱりすごく魅力的だなって思って、初めてちゃんと深くおしゃべりさせてもらったりした時にそういう印象を受けたので、大好きが増して勝手に推したい申し上げているわけなんですが、そんな感じですかね、早見さんに対する私の気持ち。まあ、総じて黄緑っていう感じ、優しくてマイナスイオンが出てそうで、でかつ明るい雰囲気、黄緑にぴったりなあゆみさんとお会いしたんですよ。いいでしょ、いいでしょ、羨ましいでしょ。私は今日もうすごく幸せにぐっすり眠れると思います。はい、そんな感じですかね。